はい、アトラスラジオの時間がやってまいりました。お元気しておりますか。だいぶ秋も深まってまいりました。皆様風邪などひいていないでしょうか。さて、怪談をいろいろやっていただいてるんですが、模範演技ということでアーリンさんに今年は特別に話をしていただきました。そこでまあ人の幽霊と、幽霊が妖怪化したもの、あるいは違う、まあ、神仏が霊落して妖怪になったもの、まあ、そういったものについてちょっと話したいと思います。アーリンさん。はい、この世の方もあの世の方もこんにちは。霊感風水師アーリンです。これ言わんと最近ね、ツッコミが入るようになってしまったんで、ちゃんと言うようにしてます。あとアーリンさん、放送が終わったらちゃんと URL 送るから宣伝してね。何ですか？あの妖怪王の方ですか？アトラスラジオの方。あ、そうですね、はい。一回も宣伝してないってことを分かって愕然としてるんですけど。いや、私あの URL とかほんまに YouTube とかあんまり、ま、いや全く見ない人なので、自分のすら、だからあのあ送っていただいた方がありがたいです。これ宣伝してとかいうふうに言わないと、そうですか、自分のすらどこにあるんだかよく分かってないです。チャンネル登録よろしくっていう、はい、あの、まあ、送ってくださいね。自分で言うのもなんですけど、むっちゃアナログ人間ですので、ああ。いまだに頭昭和ですのでね、弟はパソコン組み立てぐらいデジタルなのに、はい、はい、私アナログなんです。あ、はい、弟さんが兄さんが漫画になってるの見て爆笑して送ってくるって本当なんですか？そうなんですよ。あの、うん、LINE の方にあのページの、 あの画像っていうんですかね、しゃべったやつ撮って、こんなんなってんでとかって言うて、あの友達とかそういうのが爆笑書送ってこられて、初めてわこんなん載ってるんやっていう風に気づくというタイプですね。ああ、チャラニさんとアリーさんはよく僕の漫画出てきますよらしいですね。だからそれで漫画で見ましたっていうご相談のお申し込みの方とかいらっしゃって、へーとかって声を裏返ることがようありますもの。いや、だから僕の宝石は大きいですよ。そうみたいですね。大きいですよ、はい、割と貢献して、まあ、うちの、ね、あの、うん、相談の方8割ぐらいが友達からの口コミっていうような、うん、そういう方がほとんどの中の、その2割3割の中がほとんどそっち系の方が多いですのでね。ねえ、そうでしょ、多いと思います。ありがとうございます。いやいやいや、はい、それであの、はい、ちょっと話したいのが、よく僕はずっと昔から考えとったのが、人が化けるのが霊、うん、幽霊というふうに思ってるんですね、で動物が化けるものは動物霊と思ってるんですね、はい、で動物霊と幽霊を合体したやつは妖怪、はい、妖怪化ってやつですよね。妖怪化したってやつですね、はいはい、そうですね。であるいはあの動物、人間の霊が複数合体しても妖怪化してる、ね、霊団化してるやつですね、はい、で神様が霊落したのもこれも妖怪とに近いものですね。勝手に服装や風体で判断したらあれですけど、うん、天使でいうとこの堕天使状態ってやつと思っていただけたら分かりやすいかと思います ね。ああいう神さんは祭り上げたらもう一回復活するんですか？あ、復活しますね。それでやっぱり元の形に戻ると、うん、その方にすごく恩義を感じて、うん、あのそこのお家とか、まあ、その人自身に繁栄もたらしますので、あの結構ね、水神さんはやっぱ人間の生活に密着してるだけあって、そういう事例が多いんですね。あ、で、そうなんですか。お家の中、はい、お家の中で、うん、こんなとこから水出るんみたいなところから水を噴出させたりとかして、うん、あの意思表示というか、まあ、ちょっかいかけてきおるんですね、うん、でこんな謎な現象、水の神様しか起こせないよ、まあ、ちょっと通訳の人呼んできてみたいな形で、結局ところとかその他のそういう霊能者さんのところに通訳という形のお仕事の依頼が入るんですけども。なるほど。今まででも例えばあのマンションのお部屋の外壁ですね、外壁というのは自分家のお家のドアの横ですかね、うん、で外に向かって水がジャバジャバ出るっていう、うん、どこに水の根源があるのかわからないっていうとこからの水現象があったりとか、それは水神が、元水神がアピールしようんですか、はい、アピールですね。わしここにおんねんでみたいな感じで。そうです、わしここにおんねんけど、ちょっとどないかこちらの言い分を聞いてほしいっていうようなことで、
結局そういうオカルトとかこういうスピリチュアルの方につなげることができる人、そういうの信じる人とか、うん、そういう人のお家にそういう現象を起こしはるんですわ。ああ、なるほどね。やっぱ何知らん人に言うたかって工事業者呼ばれるだけで終わってしまいますので、まあ、これはきっと何かの心霊現象だって思う、そう感じてそういうとこに連絡する人のとこに出現します。アトラスラジオの読者のとこに出現しそうですね。あ、もう出現率高いと思います。こんな変なことはもう山口敏太郎に言わなしゃあないぐらいのレベルで起こしはりますので、うん、でその他にもアーリーさんがチャラニさんにパッと言わせるわけですね、そういう感じですね、はい、うん、その他にもあの電気の傘の中に異常に水がたまるとか、普通そんな電あの蛍光灯の電気の傘のとこに水たまるなんてありえない話ですけどもね、うん、それとかあの神棚の横に置いてある、まあ、かけてあった夫のスーツ背広ですね、うんうん、そういうとこに異常にナメクジが湧き倒して、うん、あのなんか旦那さんのスーツが漫才師のなんか衣装みたいにキラキラなってましたわ。あ、そんなことがあったんですか。はい、まあ、例えば風呂場になめくじとか洗面所になめくじって言ったら、まあ、駆除しようかって話になりますけど、神棚の横にぶら下げている夫のスーツって言ったら、うん、これは夫に何かがあると神様が言ってるに違いないとやっぱなりはるわけなんですよね、うん、そうですな、うん、そういう気持ちに発展するように仕向けるし、あの仕掛けてきよるんですわ。あ、でそれで行ってみたら、うん、まあ、水神かよっていうようなことですね、うん、水神は霊落して妖怪化しやすいけどもまた戻りやすいってことなんですね。ちょっと時間かかりますけれどもね、うん、もちろんそのお坊さんとかそういう方にお経とかそういう風な形とか、まあ、祝詞とかそんなものでバックアップしてもらったら早いかとは思うんですけれども、ある話が ね 山の荒れてる寺を神社を、うんうん、修理してたおじさんがおるんですよ。ははずっと修理してたら最初なんか女の化け物が出てきたんですね、はい、ものすごい凶悪な顔してたんですよ、うん、それが最後の方は優しい綺麗なお姉ちゃんの顔になって、でもうちゃんと神様みたいな感じになったとか言ってましたよ。ああ、それは結局はその霊落した状態、まあ、要するに幽霊ならば悪霊化した状態がその怖い顔なんですよ、うんうん、で最終的にその元に戻れば綺麗な人型の顔になる方もいらっしゃったり、もともとがその蛇とか竜っていう類であるならば、最初は霊落した寸前は、まあ、それこそさっきあの蛇、凶悪な顔をした蛇であったりとか、うん、逆に力を失いすぎてウーパールーパーとかみたいな状態になってるんですよ。あ、見た目があのアーリーさん最初お風呂場で見たあれ、間違いなく僕ら妖怪研究家から言わせると濡れ女ですね。そうですね、私ら勝手に風呂におったから風呂女って呼んでたんですけれども、うん、風呂女、それちょっとわいせつな職業の方じゃないですか。ちゃいま風呂場に住んでいる妖怪のっていうことですけど、まあ、あれも霊落して、うん、あのご飯ちょうだいお祭りしてっていうふうに自己主張していて、いらちが顔に出てしまったっていう、そんな状態の方なんですね、うん、でも体が邪体で手がちっちゃくて、そうですね、蛇神です。多分元は竜神ですね。あれ口が耳元まで裂け取るって、はい、もう完全に濡れ女のパターンですよ。あ、そうですよね、まあ、うん、江戸時代の人が描いたらあの挿絵みたいになっちゃうかと思います。江戸時代の人が見とった妖怪ってのは間違いなく我々現代人が見てる妖怪のビジュアルと一緒なんですね。似てるものも多いと思いますね。あの感じているものや似ているものは結構多いと思います。特に、まあ、私がよく例題に出すあの雪女なんかもそうですからね。雪女、まあ、一般的に雪女っていう妖怪がいてますと、綺麗な美人のお姉さんの妖怪ですっていうイメージですけども、あれもあの山の中でお亡くなりになっていた人の幽霊なのか、うん、まあ、これは亡霊の方の女ですけども、うん、そうですね、その他にもあの霊落であったりとか、もしくは雪の神様とか、うん、雪の精ですかね。そうですね、そういうものであったら、まあ、幽霊ではない、うん、どちらかというとジャンルで言うと妖怪というジャンルとか精霊というジャンルに入るものですね、うん、人に害をなせば妖怪と呼ばれても仕方がないもんやと思いますしね。妖怪のね、ビジュアルでわけのわからんビジュアルは塗り仏がおるんですよ。あの仏壇からにょーと出てきて、それか真っ黒で、あの頭がね、あの奈良の大仏みたいな髪型しとって、
目玉がピョーンと飛び出てるようなやつなんですよね。はあはあはあ、あれは何なんですかね。まあ、例えばその仏壇の中にあの、うん、仏さんのちっちゃい像とか絵とかそんなものをお祭りされてる方とかいらっしゃるんですけれども、うんね、ちゃんとその魂入れをせずに、うん、あの公的たまあ、お土産みたいな仏像をポイと置いとかれる方とかもいらっしゃるんですよ、うん、そういう魂入れとかをせずに、うん、すると通りすがりの、まあ、不浄物の御霊さんとかが、うん、あ空いてるええもんあるわみたいな感じで中に入ってしまって自分の墓標のようにしはるんですね。なるほどね、うん、でそれがたまにあのあんまりご飯あげへんような、うんまあ、要するに公的た仏さんのものにあの御霊入れもせえへん方っていうのはわりかしご飯とかお供えきっちりしない方もやっぱいるんかと思うんですね、うんまあ、一部の方でしょうけども、うん、そういう方にがまあお供えせえへんからこんなん祀ってんだちゃんとそんなん出せよ置いとけよっていうふうな形で、うん、その仏の中に入っていた中の人ですね見知らぬおっさんやったりすると思うんですけど、うんうん仏自身ではなくて、ああなるほどね。そういうのが出てきて、ちょっとご飯っていう風に出てくるのがそいつじゃないかという風に思いますね。まあ、全てがそうじゃないと思いますけれども。仮面ライダー X の人形の中に幽霊がいた話あるじゃないですか、アリンさん。ああはい。あれ勝手に動き回ったって。はい。あれは仮面ライダー X の人形をフィギュアの中が着心地よかったんですかね。そうですね、あのストロンガーですけどね、ストロンガーあの、はい、X じゃなくてストロンガーの方なんですけども、うん、要するに中身、人型の形をしたものとか、墓標型のものとか、うんまあ、仏様型、地蔵さん型とかね、そういうものにあの入りやすいんですよ。ただ単に、例えばテレビのリモコンの中に幽霊が入るかやったら、まあ、そこまで入らない。人型のお人形とか、うん、愛玩系のものですね、可愛がったりとか、うん、そういうものなんかはやっぱ入りやすいですね。じゃあ人形は、まあ、そうしたら器物の霊といって妖怪化しちゃうということですよね。そうですね、だからランキングで言うならば人型したものは非常に入りやすい、うん、でその次にあの大事にしていたお道具ですね、うん、あの特にそれを弾いていたまあ、ギターであったりとか、うん、そういうふうに使っていたお道具っていうものは次に入りやすいっていうふうに思っていただけたらいいですね。なるほどね。じゃあホスモリとか黙々連この前みたいな人が投稿しとったらなんか白い、ね、白いモヤモヤしたなんか変な物体がおったいう話がありますよ。はい、黙々連って言ったら障子とかにつくあれですかね。もうそうです、もともと障子につく目玉だけの妖怪ですけどね。はいはい、あの障子の向こうから結界みたいな形になってて入られへんわっていう感じで見ている目の人たちっていうのか、たくさんのその幽霊の人たちが、うん、あの結界みたいな状態で家の中入れんわっていう状況で外からたくさんの目を向け視力というか目を向けてるっていうのが、うん、まあ黙々連の一つの例ではあるんじゃないかなとも思いますね。じゃあ黙々連は現象としては妖怪現象やけど、うん、起こしてるのは幽霊やってことやね。そうです ね。だから一人一人の それが霊団という形でいらっしゃるんだったら、うん、まあ霊団イコール妖怪化ですので、うん、ジャンル的には妖怪っていう風にしたらいいですし、うん、入れないなということでずっとその障子にしがみついてしまって、うん、障子と一体化しているならばこれも妖怪化っていう現象と言うていいと思います。だからベースは鬼物とそれから、うん、幽霊っていうもので足して妖怪化したって合体したものっていう風な分類でいいと思います ね。あとあのあれがあったじゃないですか、なんかあの前ねアーリンさんとチャレンさんと一緒に畑トンネル行ったじゃないですか、埼玉県の。ああ昔ですね、はい。人面犬のルーツの噂のルーツはここから始まりましたっていう場所があったでしょう。はあ、そしたらなんか犬の霊や人間の霊やぐちゃ混ぜるようになったのがいっぱいおるとか言ってるじゃないですか、はい、あれは人面犬伝説の始まりがやっぱりその合体霊だっていう可能性が高いですか。そうですね、やっぱその、うん、人面っていう、まあ、人間というものと、うん、それから犬っていうもの、これが合体して人面犬っていう妖怪化した
御礼さんっていうふうに思ったらいいと思いますね。ああなるほどね。いやだから妖怪がいるかいないかっていう議論、幽霊は見た人がおるからみたいな形でおるという方もまあね、うん、多いと思いますけど、妖怪はって言ったらあれは水木しげる先生が考えたもんだよなんていうふうに思っちゃう方とか、うん、昔のねああいうイラストで終わってるんだっていうふうに感じる方も多いと思いますけども、うん、まあ学問としてって言ったら変な言い方で、民族学として分類っていうことをしていく考え方であるならば、うん、そういうふうに合体したものであるであったり、うん、自然現象を人間がちょっとビビってしまって、うん、これは大自然の力だ、これは妖怪に違いないっていうふうに勘違いしてしまった現象っていうものとかね、うん、そういうものを総称しての妖怪っていうもんやと思いますね。前アーリーさん言うてたんで、人間の霊がね、うん、妖怪化したもんで六六首という話があったじゃないですか。はいはいはい。ああいう場合もあるんですか。そうですね、あれも酔ってしまえばその妖怪化状態です。その、うん、特定の自分の元彼なのか男の人っていうのを待って待って、首が長くなるまで待って、どこにいるのかしらっていう風な気持ちが結局首を伸ばしてしまうという、その異様化してしまった状態ですのでね、うん、もうそうなったら人間としての意識がないんですかね。そうですね、意識、その方が持っている意識は、うん、そのどっかに行ってしまった自分の彼氏さんっていうものに対しの執着だけですので、うん、執着っていうのは結局幽霊で言うならば成仏できないものの原因ですしね、うん、それが例えばその時の念であるならば、うんうん、その方に対する執着だけの念ですので、それ以外のことの発想とか、うん、まあ、対話とかそういうものができないものにな、意識体になっちゃってますね。凝り固まってるっていう言い方が一番近いかと思います。思いがそういう形になったって、妖怪化したいみたいな感じですかね。そうですそうです。思いがやっぱり人の顔、うん、まあ、人の顔って言うても霊体の顔ですから、感情がもろに出るんですね、うん、だからそうやって人を待ってて首が長くって言ったらほんまに伸びちゃいますし、うん、例えば悪口だったりとか、うん、あいつがどうたらこうたらみたいな強い念であるならば、うん、やっぱり言葉を発するための口が大きくなったり、うん、人を睨みつけるその意識っていうのが強くなると目玉がギョロギョロになったりとか、そういうふうな異形化してしまいますので、うん、御霊さん幽霊さんとかであったりとかしても、うん、人顔が人並みの整った形をしてたら成仏してる方で、そしてそういうふうに口がでかすぎる、目がギョロギョロすぎる、首とかそういう手とか形が異形だっていうものは妖怪化している不成仏の幽霊さんっていうふうにジャンルしてますね。そうですか、うん、いやね、妖怪の話は階段でないというふうに三木大雲住職が言うたんで、はい、いやいや、それちょっとちゃうでってのは もう意義ありというふうに、うん、妖怪研究家としては言いたいんですよ。そうですね、まあ、幽霊が、うん、例えば複数合体したものを妖怪化っていうふうに呼んだらそれは妖怪話でしょうけれども、そうですね、まあ、例えば妖怪という言葉がないとしたら、その、うん、霊団っていう言い方の怪談話っていう手前で止めておくのもありなんかなと思いますね。いや、僕は合体したアスココって妖怪になるんですよ。あ、そうですね。だからね、そこら辺がね、ちょっとね、ミキさんはなんか考えがあっておっしゃったんでしょうけど、うん、やっぱりね、各個人で感覚が違うんやなって、ね、ショックを受けてるんですよね。まあ、そういう統一の見解とか定義っていうものが決まっていないからそうなるんやと思いますね。うん、だから長い時間が経ってこういう霊団というものとか、もしくは異形になってしまったもので、うん、個人の意識っていうものがもうなくなってしまってるようなものを妖怪と呼ぶっていうふうに、それこそ、うん、まあ広辞苑に載るレベルのね、うん、みんなの共通認識となったら妖怪っていうのも認められていくのかなっていうふうに思いますね。なるほどね。やっぱりアーリーさんがカッパを見た話、俺大好きなんですよ。あ、奈良県 奈良で池のふとりに、はい、休んどったって言って、半透明のカッパいっぱいおったって言って、
あれは他の一般の人は見えない現象ですよね。そうですね、あの時も私とその当時の相棒の霊能者と一緒に見てるので、うんうん、2人でなんかカッパキ桜みたいな景色で平凡でいいねみたいなことを見てたのでね。あ、カッパキ桜ですか。霊能者とかある程度のチャンネルが合わせれる人には見れて、うんうん、そのチャンネルとかそういう波長が読めない人には見えないっていうもんなんだろうなっていうふうに思います。幽霊を見る波長と妖怪を見る波長は同じですかね。そうですね、幅の違いみたいなもんだと思ってくださったらいいですね。あの人によってそのチャンネルの幅みたいな、ラジオでボリューム合わせるようなあの幅と同じような感じなんですけれども、いや僕に言わせたらね、この階段部分乗ってね、霊能者って出てきてる割にははっきり言って俺より霊能力が低いやつがいっぱいおるんですよ。ね、そうですね、そのたまたま見えた、たまたまチャンネルがあったっていう人もいるでしょうし、向こうから強制的に見せられただけの人ももちろんいるし、全く見えんやつのくせに、うん、私はいろんな霊が見えますとか嘘ついて言うてるんですよね。うん、でどう聞いても嘘なんですよ、話してることが、うんうん、なんでここまで嘘つけるんかなと思ってね。そうですね、まあ、例えばそういう、ショーレースとか、例えば霊視鑑定とかみたいなもので、したい、ちょっとでも上に行きたいっていう方の中にはちょっと誇張してしまう方っていうのも中にはいらっしゃると思いますけどもね。なるほどね。うん、やっぱりこうタロットカードとかのそういう占いのジャンルでも、普通のタロットですとか言うよりも霊感タロットですっていう人の方が集客できるっていう風に言う方もいらっしゃいますので、ああそうなんです、逆でもあるとかね、いう風な、方はいるかと思いますし、その霊感でつけるだけでパンと売り上げ上がったりするんですからしいですね。いやいやいや、それあかんやん、それあきませんやんね、そんな、でもまあちょっとでもあこう思うっていうことが当たったらそれは霊感ゼロというわけではないですので、そのボリュームがどんだけあるかのとか幅がどんだけあるかの違いだけで、例えば幽霊なんかでも悪霊しか見れないっていうのはその幅のものしか見れてない人ですし、それがご先祖様の言葉だけがとか姿だけがキャッチできるっていう幅の人もいらっしゃいますし、神様とかそういうとこまで行けるっていう幅の方もいらっしゃいますしね。もう霊能者の人がの講演会、アーリーさんと友達が見に行って、なんか、なんとか存在せえへんとか言うて、あ、この人、これ見えんのやって分かったっていう、ありましたね。そうですね。何でしたか、動物園です。心霊写真の解説みたいなことを、とある霊能者の方がしてらっしゃったそのコーナーやったんですけども、確かにその、プロジェクターでアップにされたお写真の中には幽霊が写ってるんですけど、その横に首が長かったやつかな、なんかちょっと異形のものが写ってて、でその霊能者さんはその幽霊とおぼしき人型のやつだけの解説をしてらっしゃって、横に写ってる異形のものに関してはすごくスルーしてはったので、そのうちの友達の霊能者と一緒に、あれ横の妖怪スルーしてるって言うて、もしかしたら見えてはれへんのかなっていうことで。妖怪は見えるんですね、その人。多分そうやと思います。チャンネルが合わんのですね。おそらくそうやと思いますね。中にはチャンネルだけ妖怪だけ見えるとかいうやつもおるんですかね。いるかと思います。まあその霊能者に、各霊能者にしても見え方が結構それぞれですので、目の前にいてるものがめちゃめちゃリアルに見えるっていうタイプの方と、それから遠距離中距離いろんなものが重なって見えてるからたくさん見えるけど、それぞれがちょっと薄まって見えるっていう方もいらっしゃいますし、逆に近距離中距離見えなくて遠距離だけのものが見えるっていうような遠隔霊視型の方もいらっしゃいますし、ああなるほどね、ある、だからまあ自分自身全員が同じもの見えてたら間違いないんでしょうけど、そんな風に見えてる距離みたいなもの、例えば画像でいうレイヤーみたいなものなので、全部見える人と1枚や2枚しか見えない人とか、その中でも幽霊ジャンルとか悪霊ジャンルしか見えないとか、いろんな方がいらっしゃるので、
なかなか霊能者同士でも話のすり合わせっていうのが難しい時がありますね。同じ幅が見えてるもん同士じゃないと。なんかその程度の霊能力のくせにダイヤジャリとか言うてはる人がいますよね。ああそうなんですかね。ねえ、アーリンさんが後片付けで迷惑したっていう某氏がおりますけど。ああ、私もいろんものすごい幅の仕事たくさんやってるんで、どれのことやったっけでもいちいち覚えてなかったりもするんですけれども、そんなことも過去にあったと思います。なんか、まあ、でもアジャリっていうのはそちらのお寺さんの中での一番トップの人とかいうのもアジャリって呼んだりね、宗派単立宗派によってはそうしはるので、そうですね、なんていうんですかね、比叡山の延暦寺さんみたいな、ああいう大きな全てのアジャリさんとかっていう仲者ではない方も中にはいらっしゃいますのでね。そうですね、まあ、有名人で出世した人が、あこのおっさんタヌキがついとるなって言うたら、はい、あそれはヤブさん曲がったんや、はい、ヤブさんも見えてたんやっていう、アーリーさん言うのに笑いましたけどね。まあ、でもそれでも世の中に害をなしてないんだったら問題はないんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。たぬき神、きつね神であったりとか蛇神であったりとかしても、やっぱりそのうまく人のために、まあ、例えば政治的にとかお金的には結構悪いこと、一般的には悪いことになってたとしても、結果いいものを作ってる町であったりとか、そういう国を作ったりっていうこともありますので、全てが悪いってわけではないですのでね。なるほど。だからまあよそはよそ、うちはうちみたいな感じで温かい目で見守っておいてあげたらいいかなと思いますね。よほどのテロ並みの事件を起こさへん限りは、そうですね、テロ組織なければ別に構わないですよ、それは何やっても。そうですね、騙されて信者になる人は所詮その程度の霊知能力がその程度の霊知能力しかないんだと僕は思ってますからね。そうですね、その人の幅と合った人、だから、よく海水とか海の水とかでよく言うんですけど、泥水は泥水のところに合う人はいるわけで、そうですね、清流にしか合わない人は清流しか折れなくて、でオールマイティに行けるものももちろんいるわけでみたいに ね、 なるほどね。で自分それぞれ自分の心地のいい、水の温度のところにおったらいいんじゃないかと。じゃあ仲間もおのずとそういう人たちが集まってきますのでね。あとアーリーさん、だいぶ夏で忙しいピークも超えたと思うんですけど、はい、またアトラスラジオで霊障とか妙なことで悩んでる人がおったら、はい、相談してもいいですか？あ、それは大丈夫ですよ。やっぱここのとこコロナのね、ああいう件がずっとあって、リモートとか含めて、こんな時間にご相談増えてるみたいな、今まで言ったら OL さんとかね、会社員さんはお昼間なんかに、依頼が少なかったんですよ。お昼は圧倒的に主婦層とか、そういう方が多かったんですけども、そうサラリーマンさんがお昼のこんな時間にっていうことは、あリモートなんやお家からみたいなね、なるほどね、そんなんの電話鑑定がすごい増えてて、めちゃめちゃ忙しかったですけれどもね。そうですね、アリさん、LINE 電話で鑑定してますもんね。そうですね、LINE 電話とか、まあズームとか、あとフェイスタイムっていうんですかね、そういうようなものとかで、それこそ海外からでも使えますので、ね、日本だけでなく海外からのご相談っていうのも結構ここのとこ増えてますね。はい、またじゃあ困った人がいたら相談しますんで、そうですね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は突然の電話すいませんでした。大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、アーリンさんでした。相変わらずね、滑舌のいい話で、なんか喋ったらどうなんですか？いや、アーリンさんの回だからおとなしく聞いていました。聞いていましたか？はい、面白いお話でしたね。はい、ものすごいクールですね。はい、アーリンさん、もうち60ぐらいで死ぬねんとか。うちってアーリンさん？前言ってましたよ。アーリンさんが？うち60ぐらいで死ぬかなって。あの人にとって、生きてるのも、死んでるのも変わらないんですよ。はい、どこに位置があるかだけの話ですか。はい、そんなのあっさり言うけど、はい、悔いとかないのとか。もう死んだら死んだでええわって。そうですか。
で僕に、うん、僕が聞いたらね、はい、7年後死ぬで山口先生が7年後死ぬんだ。62歳、62歳ぐらいで死ぬんですよ。60です。みんな60くらいで亡くなってきますか。じゃあ私もそれに乗りましょう。いやアーリーさんはね、うん、その後で、ね、僕の勧めのがあって、はい、あの血圧の薬を飲むようになったから、はい、延命しました。よかったです。あ、僕はあとは7年間ですから、はい、7年間の呪いをの解かなきゃいけないですね。あ、呪いを解いたらもっと長生きできるんですか。まあ流れがあるみたいだよね。誰の呪い。なんかこのそろそろ死ぬタイミング、はい、次死ぬタイミング、あ、それでその死ぬタイミングの電車に乗り遅れればいいんですね。そうです。死ぬタイミングをうまい具合にかわせたら、はい、はい、また5年間に乗ります。そういうもんらしいですよ、自分って、はい、いやでもまあ不思議な話ですね、うん、そうですね、うん、まあたぬき神がついてる有名人は誰でしょう。たぬき神ね、あんまり言わないでよ。言わないで、はい、ね、あと見えてないくせに見えとるような言ってる坊主は誰でしょう。なんとなくわかります、うん、はい、あ、まあそれは本人が一番よくわかってますからね、はい、見えてないって、はい、僕はバシバシ見えるのに、はい、ずっと表向き隠してきたのは、はい、嘘つきを見破るためですよ。先生本当に見えるんですか。時々見える時あるんですよね、はい、だってもう少し俺ギャンバザキデイリーストア行こうと思って、え、どこ、ここに住んでる時に、はい、あの家貸してね、はい、ここ持ち家やから、はい、ここ住んでる時に、ギャンバザキデイリーストアに買い物行く時に、はい、山崎、はい、シャドウマンが歩いてるの。シャドウマンがシュッて目の前歩いてサラリーマン背中に入っていくとこ、そうなんですか。憑依されちゃったってことですか。あいつ死によったかもしれないです、病気になったから。そうですか、ね、シャドウキャットも見ましたよ。シャドウキャット、女、あ、ここで見たんやと、ちょっとシャーって猫が道路までヒュッと消えました。すごいですね。そんなことばっかりですよ、はい、だから入院中もね、はい、あの、うん、病院のブルーエイビアンみたいなおっさんが、ブルーエイビアン見ました。青い人形がおったじゃないですか、はい、あとね、うん、銀縁の眼鏡かけた、はい、こうなんか、はい、なんかお医者さんみたいなのがこうやって覗き込んだ夢を見ました、はい、夢だったのか現実だったのかね。うん、割と現実かもしれませんね、お医者さんがね。いやでもそんな医者なんていないんですよ。銀縁メガネの医者、医者なんかいないんですよ。主治医は2人か3人なんですけど、暗殺者が入ってきた。え、ヤクザちゃうんですか。暗殺者ですよ。暗殺者じゃないですよ。ヤクザとは限りませんよ。あ、そう。はい。僕でもないな。なんてね。うん、はい。はい。不思議な話、ね、宇宙人の話、妖怪の話、幽霊の話、お待ちしております。tokushima5566@yahoo.co.jp 心霊写真、UFO 写真も待っております。徳島5566@yahoo.co.jp です。それからもう一つ、船橋新高根 6-27-2 山口敏太郎タートルガンバリー、こちらに心霊写真を送っていただいても構いません。あの嫌がらせの不幸の手紙は送らないでください。やめてください。気持ち悪いですから。アイムさんが怒りの一言今までとりあえず不幸の手紙は来てないんですけれども、今んとこ来てないですね。今んとこ来てないですね。そう、ちょっとだからカミソリ入り手紙とかそういうのはねやめていただきたいと。ああ、もう血だらけになるのはアイムさんです。私ですよ、アイムさんです。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。外れてる場合もありますから確認をよろしくお願いします。で、友達とかにも推薦ね、よろしくお願いしますね。おじいちゃんおばあちゃんには登録までしてあげてください。 SNS での宣伝待っております。はい、テルチャンネルの方で僕のプライベートチャンネルやっております。こちらの方も登録待っております。きなこが大暴れしております。皆さんぜひご覧になってください。次回も不思議の世界であなたとお会いしましょう。それではさようなら。